かかりしないで、ストーカーかな、ストーカーじゃないで、ストーカーって言わないで何してるの、ストーカーって言わないで、ストーカーこれ、自分たちの前に入ってた、あと30秒前ですね、はい、カウントダウンが始まります、ストーカーとか受けてるよストーカーじゃん、ストーカーじゃん、残り15秒、10秒切ります、じゃあ10秒前ですね、10秒切りました、3、2、1、はい、皆さんこんにちは、子ども社長の時間となりました。はい、FM 宜野湾から、もう夏休みも終わりましたけども、あら悲しい、悲しいですね、悲しいですね、でも自分学校行ってないからいいや、あ、自称ニートだった、絶対学校楽しくない、うん、自称自由人だね、学校は楽しいんだけどね、うん、先生がね、まあ相性があるからね、あ、はい、先生がちょっとうるさい、そうですね、まあ、うん、暑い日が続いてますけど、まあ、沖縄はまだまだ夏休みみたいな感じで9月いっぱいは暑いと思いますけど、夏バテはしないように、あの皆さんも気をつけてきましょう。はい、今日はですね、子ども社長の番組、子どもたち2人で、進行させていただきたいと思いますが、まずは自己紹介の方をさせていただきたいと思います。はい、進行を務めます、中曽根美雪と申します。はい、次誰から言う、はい、6年へ式ユートです、はい、はい、どうぞ、6年松山高生です、はい、3名で、進行させていただきますが、はい、子ども社長とは何かと言いますと、子ども社長クリエイタースクールといいまして、スクールをやっている学校です。何のスクールかっていうか、発表できる人、はい、はい、じゃあ高生お願いします。ですね、はい、まあなんか映画を撮ったり、はい、脚本書いたり、はい、小説書いたり、はい、カメラを触ったり、カメラを触ったり、はい、なんかカメラ操作したり、はい、なんか漫画書いたり、三脚なんかなんかやって、はい、なんかカメラ落としてしまったりそこ重要重要じゃないか、はい、重要ですね、はい、まあ、うん、でなんか授業中に騒いだりなんか怒られても懲りないてっぺがいて、はい、今個人名言いましたね、はい、どうぞ、いや個人名言っても、はい、てっぺあれだよね、なんか人のもの勝手に触るしさ、そうだよね、俺のなんかもう一人吉川っていう人がいるんだけど、その人になんかスマホ一人だけ持ってない人は誰だとか言ってから、はいはい、もう個人情報あるか、いじめてるのかね、分かってよ、持ってない方がいいんじゃん、うん、なんか依存症ならない、ね、依存症ならないし、そうね、だからもうこれについていろんなことをね討論してね話し合ったけど、まあ、長所短所っていうのをねこの間の授業でやったけど、どんな感じを印象を受けました？はい、あのな、なんかうざいって言われたんですけど、うん、どこがどううざいのかよく分かんなかったです。あーなるほどねうざいって言われて具体的に言ってほしかった。あーまあ確かにね、それだけしか言われないとなぜうざいのかっていうこの中身がわからないもんね、うん、うん、ヒュートはどんな感じ？長所と短所みんなが言ってたじゃん。どうでもいいと思ったいや君ほど自由人で大物になりそうなタイプだよねあれフリーズしてるけど、またまたフリーズしてるよ。自分はもう世界大会に行った時に、表彰式の時に君の名前をあのね外国の人が呼んだ時に、僕トイレって言った時の、あの僕トイレって言った時のあれはもう全員大爆笑ですよつかみは OK みたいな感じでしたけど、もうかなり笑かしてもらいましたが、あの島次郎なんかね、一番私はあのヒュートはどちらかというと裏方っていうよりも、もしかしたら俳優が向いてるかもしれないと思いましたけど、どう思います？あれフリーズしてるけど、想像に任せる。あ、想像に任せる。なんか耳がいいじゃないですか、絶対音感でモノマネもうまいしね。なんか撮影中にほら流し撮りほらみんなでやったじゃん、このトライアングルを使って、あ覚えてる、普天間神宮の方で、その時に、あ、泥物はね、そうあれうまい、あれはマジで傑作だった。そう、あれは役者だなと思いましたけどで、あのコンビニのあの店員、あ、コンビニじゃない、ホテルか、コンビニだね、コンビニの1分ドラマを作った時もほら
店員さん役で結構うまかったと思う。ああ。覚えてる？うん、あのコンビニになんかスマホとかあったよね。うん、そうそう、スマホ。あれ本当に打ってたら面白い。あれ欲しいわ。普通に iPhone 8とかがあったし。MacBook もあったよね。MacBook もなぜかなんかコンビニの設定なのに MacBook とスマホを売るっていうね、なんかよくわからない設定で君たちはセッティングしていたけど今思うと懐かしい授業ですね、はい、確かになんかこれはあの1分ドラマといいまして、監督がいて、カメラマンがいて、演じる側がいて、これをローテーションしながら、やるっていう形だったんだけど、コンビニのね1分ドラマっていうのは昴生君がこのドラマを1分で収まるようにあの作ったけど覚えてますか？そうだっけ、出ました。もう1年前だからね。いつだっけ？1年前と君たちが2年前とかじゃない？ん？2年前とかじゃない？ん？2年前、まあ1年半前ぐらいかなの時にあの1分ドラマを作ろうっていうことで、やりましたけど。そうだっけ？はい、そうだっけってもう忘れてるね。もう 1年半の記憶がもうみんな飛んでるんだねはい、でそのコンビニの設定の前にホテルロビーの設定もしましたけど覚えてますか？あー、なんかあれは腐ってた。腐ってた？どういうこと？いや、なんかちょっと、うん、なんかロビーが、ん？なになに？なんかロビーの、うん、なんかお客さんがちょっと、あー、お客さん、あー、店員さんもちょっとおかしかった、はい、まあ、普通だったらもうちょっと丁寧にやった。そうですね、このホテルロビーの設定をして、まあ、自らこの美術も作ってもらい、で鍵を渡すシーンだったりいろいろやりましたもんね、はい、ブンブン。でその時にこの店員さんがちょっとふざけた店員さん役を誰がしたんだったっけか。誰だったっけ？あー、ヒュートか。まあ、あれはあれでね、そういうね店員さん役っていうのも演じたわけだからちょっと面白かったよね。まあ、あのシミュレーションということで、まあ、演じる側とこう撮る側っていうのは全く違うけど、やっぱ難しかったですか？どこが、まあ、うん、撮影が難しかったかな、はい、あ、撮影が難しい。演じるのは大丈夫だった？演じるのは楽、うん、楽しい。あ、なるほどですね。撮影が楽。撮影が楽。君はカメラが好きだから ね、 逆だね、ま、真逆だもんね、はい、でも得意不得意、まあ、得意不得意はいろいろあると思うけど。楽楽楽、出ましたモノマネ得意、ヒュート君。でも耳はいいよね、すごいね。そうなの、うん、なんか興味を持ってるアニメとか全部セルフ覚えてるでしょ。ユタボンとかもね、覚えてる。はい、さいまいど少年革命家ユタボンです。はい、これは違う人だからね。はい、まあ、モノマネは上手ということで、はい、で、まあ、いいコンビだなと思います。まあ、2年目組、まあね、結成して2年目組ですけども、まあ、いろいろね長所短所言われて、まあ、いろいろねスクール内も新しい子が入ってきて、もう和を大切に、映画を作るっていうのはチームワークですからね。まあ、これを、まあ、昴生とヒュート君、はぁじゃなくてお腹すいた、あ、そっち、君たちがね、新しい子たちを引っ張っていかないといけないです。でもね、うん、引っ張るのって難しいんだよね。だってさ、てっぺんなんて無理だよ、ほぼ。いや、無理って言わないで、はい、君たちが先輩なんですよ、同じ学年でも。どうやって？だからこれ入ったほら時期が早いから、まあ映画っていうのは本当に誰か一人欠けてしまってもできないし、聞いてますか？聞いてますか？はい、なので、まあこれからだね、これからね、チーム作りっていうのはね、ね、うん、でもね、うん、なんかね、うん、中学になったらそういうのできなくなっちゃうんだよね。中学生にはなりたくない。なんでなんかさ、うん、絶対他の学校、小学校の人がさ、うん、来るから、うん、絶対またなんかあるんだよ。何かが、何かが、あ、まあね、でこちらに来てる、まあ、スクールは、まあ、学校がねみんなバラバラだからね、まあ、育った地域も違うから、まあ、最初は試行錯誤だよね、相手を知るっていうことは、うん、まず相手を知るというか、うん、知る前に友達になって、うん、友達になってどういう子なのかっていうのを探って、まあ、マジだ臭い、英語、あ、そっち？マジだ臭い。もう自由人すぎるんだけど、まあ、とりあえず一旦 CM の方に参りましょうか。一旦 CM に参ります。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、
心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほか軽がヤッサイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、子ども社長の後半戦に行きたいと思います。今ですね、LINE ライブの中継もやってるんですけど、ヒュートくんのお母さんからいっぱいコメントもらってるけど、はい、サイバイド少年革命家ユタポンです。もうみんなこのセリフがどうも気に入ってるみたいですね。訴えられそういいんだよ、彼にとっては宣伝だからいいんだよ。そっか、はい、人気があるってことだから。結構なんか最近は、はい、ネタが結構面白くなって。あ、そうなの。もう君たち何でもできるよね。前はなんかさ、はい、前はなんかほっとりつまらなかったけど、最近はなんか料理動画とか上げてるから。あー、なるほどね。よく見てるね、うん、観察とか洞察力はやっぱりすごいなと思うよ、君は。うん、もうこれだけでいい褒めるのもうじゃあ今後後でも褒めようね。はい、はい、褒めて、はい、いっぱい褒めるさはい、ということで、昴生くんは今度ね、あの映画の、タイトル、まあ、原発についていろいろね、取材をしたいということで、福島県まで飛びましたよね。あ、いいな、はい、いいでしょう、はい、いいな、はい、温泉巡りだった。え、そっち君。いや温泉巡りもやったし、はい、まあ、夜はちゃんと温泉に毎日入ってました。はい、この福島行った時にどんな取材をしてきたんですか。ですね、はい、まず原発というものは何かっていうものを、はい、まず調査してきて、はい、その後人に聞いてきた、はい、なんかお父さんたちの友達に聞いてみて、はい、どういうことがあったのかとか、はい、そういうのを聞いてきました、はい、でそれ聞いてきた中でなんか自分で感じたことってあったんです。あ、なんかね、なんか怖かったですね。なんか、うん、子供を連れて東京に逃げた人とかもいたし、うん、原発、うん、爆発したってこと知って、うんうん、まあいろいろとありましたね。なんか、うん、原発というものはなんか、うん、ウラン燃料というものを、うん、なんか置いて、それをどんどん熱くなっちゃうので、うん、熱くなりすぎるとどんどん窒素が出てくるみたいな、うん、そういう感じで、うん、だから、うん、下に水で冷やして、うん、いい温度に調整して、うん、それで水を温めて、うん、蒸気にして、蒸気で旅を回して、うん、その蒸気をまた水に戻して回していくっていう、うん、それを、説明というか何か動画を見て説明したいな。資料館に行きました。あー、なるほどね。何箇所もあったの。なんか結構群馬も行って福島も行ってだったよね。茨城も行ったんだっけか。覚えてない。あ、覚えてない。なんか覚えてないぐらい資料たくさんありましたけど。あ、なんかどっさりどっさりあって、で来た瞬間に私に丸投げしましたけど、まあ全部あげたらなんか喜ぶかなと思いましたね、はい、いえびっくりしましたよ。どさってパーンって置いたから、もう今これ流さないでいいですかね。今ハマっている音のあれですね。これあれだよね、ヒュートが要は声したんだよね。声を、いや、これあれさ、打ったら読んでくるやつ。あ、そういう意味ね。あ、だから休憩時間の時にこれをしょっちゅうやってて爆笑してたってこと。なんでフリーズしてるかな君たちまた流そうとしてる。ん、何何暇いやいや、暇っていうかだって構成ばっかりだけ喋ってる。じゃあヒュートどうぞ、ヒュートどうぞ。何喋る。そこはい、構成振ってあげて。じゃあ、うん、じゃあどこ行った、夏休みどっか行った。
夏休みはどこ行ったっけ。どこも特にどこも行ってない、引きこもり状態。引きこもりっていうかね、どっか遠出し、なんか夏休みって遠出する人多いよね。遠出する人は確かに、なんかいちいちさ、うん、飛行機代とか高い時になんかわざわざ行く。ああ、なるほどね。それで行きたい派か。なんか普通の平日とかに行った方が絶対いいと思う、うん、そっちの方がね、安い。人も少ないしさ、空港も空いてるし、うんうん、安いし、うん、さすがだね。なんか頭悪いなって思った、うん、あ、今思い出したけど、うん、ひよとくん行方不明になりましたよね。あーそうだ、ライカムで行方不明になった。そう、まあ、あれどんだけみんながこの心配したか。だってさ、あの、うん、お母さんの説明がさ、うん、なんかあれだったね、うん、なんかよく分からなかった。どういう説明してたの。なんか、うん、高生とバスでライカム行って、うん、なんか街、うん、どっかで待ち合わせみたいな感じで、なんかよく分からんかったから。あ、そう、その後にどっか近くの椅子に座ってたら、うん、なんかずーっと待ってて、2時間くらい待ってたけど、いなかったから、ずーっとこれぐるぐる回ってぐるぐる回っててから、なんかこのみんなのこの LINE グループに入ってきて、あの行方不明なんですけどみたいになって。大変だったけど、はい、なんか何時ぐらいに出くわしたんだっけ。あれ夜ぐらいになってた。あー、そうだ、夜だった、うん、夜ね。おばあちゃん、ほぜ何時に帰ったの。うちは早かった、6時ぐらいに帰って友達の家に行くって言って、なんか行って、そしたらなんかお母さんがなんかヒューとか行方不明だとか言って、そう、もう全員のこのLINEがどうすればいいんだよ、どうすればいいんだよ、行方不明だよ。で、みんながいや、ヒューとのことだから LINE でさ、LINE で連絡取ろうと思ったけど、LINE がその時携帯壊れたんだね。 LINE が、そうで、アカウントもまたタブレットで作り直そうと思ったけど、うん、めんどくさかったから、うん、Facebook とかいちいち登録するのが、うん、だからやめた。なんかあれ全員がめちゃくちゃ心配して、はい、大丈夫かねってなったけど、大丈夫かな、まあ、でも何人かはヒュートだから大丈夫じゃねって言って、まあね、ヒュートだ、何それ。ひでいやいや、多分このじっと座れないから、多分まあ、ライカムじっと座れるわけないじゃん。そうだからライカムのどっかにいるはずだから大丈夫じゃねみたいな感じになって、一回家歩いて帰ろうかなって思って。いや無理だ。いや、ライカムから結構遠くない？遠くない、そこまで。ああ、なるほどね。でも歩いては行ける。でもまあ、無事に、会えてよかったよね。なんかこの、お母さんから聞いたけど、このエスカレーターですれ違ったんでしょ？うん。ああ、すれ違って、ああみたいになって。ああ。もうそのエピソード、めちゃくちゃ面白かったですけど。これ、夏休みの思い出じゃない？ああ、うん。ねえ。また自由人だね、君はね。はい、じゃあ昴生君、今夏休みの宿題への終えてどうですか。夏休みの宿題大変だった？なんか地獄だった。地獄だった。夏休みの宿題さ、うん、先生がなんか渡してくれなかったからやってない。あ、渡してくれなかったってこと。宿題がなかったってこと、うん、いいじゃん、いいね。やっぱ学校によって違うんだね。渡されなかったっていうか、なんか、うん、タイミングかな、なんかその時、うん、いなかった。いなかった。なんか学校いる時なんか学校うろうろしてたから、それでなんか、うん、存在忘れててから、あ、なんかあれしなかった、渡さなかったのかな。あ、ということはもう宿題やらなくていいってことじゃない？ね、うん、いいはずよ。やった。ね、と思いますけど。やった。でも学校でも早いよね。なんかやっぱ秋休みがあるからって言ってたけど。そうだ、秋休みがあるからってさ、うん、あのなんかさ1週間ぐらいやんって、うん、1週間ぐらい早くするんだけどさ、うん、秋休みにくれる時間が1日だけっていう。どんだけひどいわっていう。1日夏休み広げろよって。まあ確かにね、秋休みが1日だけだったら夏休みを短くする意味がちょっとわからないね。なんか秋休み1日あげて土日月、うん、はい秋休みみたいな。あ、じゃあ3日間かトータル。でもどっちみち日曜日は休みだからね。うん、あ、今って週休2日制？うん、週休2日制土曜日。2日制。あ、そうかそうだよね。週休2日制じゃないと自分なんかスクール来れないもんね。あー、来れない来れない。そうだよね。そうでした。はい、で、再度またね、何を見てるんですか。またはい、使用できません。なんか、はい、パスワード打ちまくって5分後にやり直してください。クソかった。はい、はい、じゃあまたですね、子ども社長についてまた戻りますけども、
はい、今作品を撮ってますが、お腹痛い、お腹痛いって作品だったっけ。はい、今ちょっと話戻していいですか。はい、はい、どうぞ。はい、こうせいくんは今ほら福島に行ったけど、福島に行ってその中での何をテーマにして、原発の要は、環境問題ですよね。環境問題と、あの精神的な障害とか、はい、あとはなんか爆発した時に出る放射線物質がどのようにいくのかっていうの、はい、それで心の病とかになってる人もいるし、はい、なんか被害が出て、はい、福島は危ないから食材を買わないでおこうとか勘違いされたり、はい、しますね、この野菜、はい、で、でなので、はい、だからそういうのを、うん、なんでそうなるのかなみたいな感じで調べて、うんうん、それをなんかまず仕組みとどういう被害が出るのかっていうのと、うんうんうん、そのあのなんか使うと、うん、あの原発を使うと、うん、あのゴミが出るんですよね、うんうん、あの核燃料、ウラン燃料のゴミが出て、そのウラン燃料のゴミは、うん、なんか放射線を打ちまくるんだけど、打ち続けて、うん、その放射線が消えるまでが、うん、何百万年だったっけ、うん、そんぐらいかかるみたいですね。そう、それを、今まとめてるんだよね、はい、でこれを何取材形式の、ものと、プラスこのドラマを作っていくんだよね。ああ、そうです。はい、これをじゃあ25分のドラマと5分以内の取材をまとめて作っていきますけど、はい、もういっぱいやることいっぱいだねなんかね、なんかね、心が痛い心が痛いんだ心が痛い、ひゅうとこな、はい、今誰を撮ってるんですか。ね、構成撮ってる。ひゅうとくん、ひゅうとくん、今ひゅうとくんに回ってます。ひゅうとくんに回してます。うん、はい、でひゅうとくんはさ、入ってきた時に、このスクールに入ってきた時に、うん、結構なんか結構夢がニートだったって言ってたけど、最近はなんかモチベーションが変わったんでしょ。うん、うん、またニートになった。またニートに変わったの。コロコロ変わるね。2週間に1回変わってるけどなんでニートになりたいわ。でもお金稼いだらニートじゃなくなるか。あ、じゃあ要は家の中でやる、なんか稼げたらいいなっていう感じ、うん、あ、じゃあ IT 関係じゃないの。 IT っていうか、このネットを使ってってことでしょ。で、ね、今だって CG とかもやりたいってことでしょ。うん、何、このアニメーションがいいの、それともこのモーショングラフィック。あー、なるほどね、モーショングラフィック。なぜそれやりたいと思いますか。うん、なんか見てて楽しいから。あー、なるほどね。やっぱさすがあれだね、3歳4歳からテレビを解体するだけあるね。え、解体した3歳だよ。そうそうそう、3歳の時にテレビを壊して解体して、ショートしてとしたんだっけ。手がしびれたらしい。はあ、なんかファミコンを分解してから、ファミコンを分解したてか、どれぐらいの機械を解体したわけ。テレビでしょ、ファミコンでしょ、あとは覚えてない。あとパソコンも何回もぶっ壊したみたいすごいね。で、組み立てられた。うん、組み立てようと思ったけど、うん、めんどくさくなって放置してた、放置してたら、うん、ゴミの日になんか出されてたなるほどね。だからこの間ほら、スタジオの前にも壊れた、テレビが、ね、壊れ、なんか壊れてた、パソコンとかテレビとかがあって、そうそうそう、これを iPhone のスローモーションのあれで、うんうん、石投げたやつ撮ったりもうこれ面白かった。捨てた人でもさ、テレビの中になんかチップで金があるんだけど、うんうんうん、その金が何枚も入ってるから、うん、あれ売れば1個500円で売れる、うん、あ、そうそうそう、これ誰かが言ってたよね。あ、高校生が言ってたんだっけ。おじいちゃんが言ってた。あ、そうだから、これ取って売りつけようぜって言って、なんかみんなで話してたよね。あー、これ、そう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 、これは捨てた人のものだから触らないよっていう話をしてたけど、持って帰ろうとしてたところが君たちすげえなと思いましたいや、だって持って帰ったら金になる。そう、お金にしようとして、捨てたものを金にすれば利益が出る、うん、そう、利益が出るよ。そうなんですよ、偉いな、そこなんですよ。うん、それで本が買いたいんだよ、はい、てか今日本買いに行きたい、うん、あー、でもあれだよね、高生は本結構読むよねうん、なんかね、うん、今最新作の12巻がね、うん、2巻出たっけ、12巻が1個のシリーズ、うんうん、2つシリーズがあって、どっちとも12巻が出て、うん、もう買うしかないって言ってるんだけど。あー、なるほどね。時と場合で買いに行けない。自分あれの本面白かったですよ、明治天皇すり替え事件。
すり替え事件、はい、明治天皇はあの実は違ってたんですよって。そんなの、はい、その本ね図書館で読んだ時もうハマってしまって、明治維新のことからいろいろ書いてるんですけど。はあ、難しいの？難しい、ちょっと難しかった。自分もちょっと漢字読めないのがたくさんあったんで。じゃあさ、はい、どうやって読んだの？なんとなく感覚で、感覚人間だから。はい、ということで、はい、今日はもうそろそろお時間となりましたが、ひゅーとくん、ひゅーとくんフリーズしないで、はい、もう暇だったんだもん。いや、いっぱい突っ込みましょう。高生しか話してない。いやいや、めっちゃ突っ込んでましたよ、私、ひゅーとくんに。あの、多分このミキサー触ってる方もうん言ってますけど。はい。はい、ということでまた、次回お会いいたしましょう。はい、皆さん元気よくありがとうございます。ありがとうございます。はい、さいまいど。生放送、あれ、誰？おじさん、誰？おじさん。